江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら K 国民、日本と K 国の駐車場を比較してみたという掲示板ありましたんで、ご紹介していきたいと思います。写真が2枚貼ってあったんですけども、こちらでございます。ポン。はい、これが日本ですね。うん。で、K 国が、あ、こちらだそうです。はい、じゃあですね、見ていきましょう。スレ主の書き込み、いきましょう。くーちゃん、お願いします。田舎、地方都市、どこに行っても駐車できそうなくらいたくさんの駐車場、スペースの余裕もすごい。 W ブルブルブル。そして身体障害者用スペースは1台なのがほとんどで、高速道路の休憩所などでも多くて3台。身体障害者用駐車スペースの広さは一般駐車スペースと大きな違いはない。不思議なことに、身体障害者用スペースに健常者が駐車しても罰則は存在しない。我が国の駐車場は10台くらいしか駐車できない場所でも身体障害者用スペースが2から3台分ある。法律だろ。バレットパーキングのような場所でも身体障害者用のスペースがすごく多い。日本の場合は駐車できそうなぐらいたくさんの駐車場スペースの余裕も多いと。まあ場所によるけどな。それに比べて K 国さんの場合は身体障害者用スペースがの割合が多いって言ってんだね。はい、じゃあですね、こちらに対して、K 国の反応いきましょう。別にそれはいいんじゃないって思うけどね。我々は駐車スペースは不足しているというのに、障害者用の駐車スペースだけは多く、いつも空車になっているという。多分ね、K国さん法律があるんだと思うんですよ。何パーセントは障害者用の駐車スペースにしなさいみたいな。次。こういうことをうかつに話せない雰囲気がある。石を投げられるのではないかと怖い。障害者への配慮が多すぎる。まるで人口の20から30%を占めているレベル。でも、あえて障害者用駐車場に駐車する車も多いんですよ。じゃあ意味ないじゃん。普通に駐車するよりも、障害者用スペースに駐車してバレた時の罰則金の方が安いので、わら。公営駐車場よりも民営駐車場を活用することによって駐車問題を解決すべきだ。路地を見ても住民優先駐車場ばかりで、違法駐車はどんどん増えていく一方だ。日本の真似をしたいのであれば、まずは車庫証明制度の導入から始めないと。貧しい人は車も買えないのかとかなり騒ぐ人間がいそうだ。貧しい人は車も買えないでしょ。買えないでしょ。なんでそこに文句を言う。なぜ日本の車庫証明制度を真似しなければならないのか意味がわからない。車庫証明制度は車を所持する個人の自由を侵害している。日本のやることは無条件に素晴らしくて絶対に従うべきだと。この件に関しては我々の方がうまくやってるのだから、もう少し考えて比較した方がいい。いや、日本の悪い部分を我々が見て学ぶ必要がないんだけど。実は日本みたいに駐車場がたくさんあってスペースに余裕があれば、わざわざ障害者用スペースを作らなくても特に不便さを感じない。駐車場問題は事実上どうしようもない。日本は街の形成段階から駐車場をたくさん作っていたのに対して、我が国は街の形成段階でそのことを考慮していなかった。土地に隙があれば次々に建物を建ててしまった。正直、障害者駐車場が多すぎる。デパートの駐車場へ行っても半分は空いてるし、マンションの駐車場を見ても70から80%は空車だ。あと20から30%少なくても問題ない。日本旅行でレンタカーに乗った時は、どこでも駐車場があって、確かに駐車しやすかった。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、じゃあね、上の方からいきますかね。比較してもしゃあないやろ。お前らの駐車場はいつでもすし詰め状態じゃね。K国に駐車場ってる方だろ。お前らの駐車場は隙間が空いてたら突っ込むんだろ。K国さんは普通の道路が駐車場やろ。2枠の真ん中に止まるのが K 駐車場じゃないにか。車庫法ないくせにこっちと比べても意味がない。新商社用スペースにちゃっかり止めてるんでしょ、わらわら。
駐車場？なんで比較するのよ。車があるんだから駐車する場所は必要だろう。道路は車が走るところで車を止めるところじゃないんだよ。警告人はそんなことも知らないのか？いいことだろ。ただお前らは平気でその駐車スペースに駐車するだろ。そこが問題なんだよ。どうせルール守れないだから一意図口じゃん。それじゃ罰則意味ないじゃん。マークのスペースはその場所のスペースの数によるんじゃねえの。罰金の方が安いってのが違法が増える原因だろ。警告は貧しくても借金して買っちゃうから、わら。ならバスとか公共交通機関を充実させろと。日本共産党、障害者用スペースに止めたらダメなの？消防署の前に堂々と道中するような連中だしな。まあいつも目先のことしか考えない警告らしに発想。全部違法駐車だから、むしろそれが合法みたいなもんだしな。スーパーだと店の入り口に近いところに障害者用駐車スペース多いけど平気で止めてる DQN 隊員だよな。貧しい人？日本は車を維持管理できない人には売らないだけだよ。車を置くスペースも準備できない人には車を買う資格がないんだよ。お前らは充電スペースにガソリン車止めてたやん、わら。電車の高架下も有効利用してるよね。警告酸素を言うスペースないの？まずは駐車料金ちゃんと払うようになってから文句言えよ。だから道中がなくならない。まあ制度作っても守らないから無理じゃない、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。